こんにちは、りょうです。えー、それではね、今日も元気よくお金の勉強していきたいと思います。今日のテーマ、これですね。 高配当株を探そう。配当利回りランキング、2020年2月28日時点と、えー、第1回ということでやっていきたいと思います。全部で2回お話しするんですけど、非常に情報量が多くなってしまったんで、2回に分けました。えー、今日は第1回ということでお話ししていきたいと思います。えー、僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。えー、興味のある方はまた見ていただければと思います。えー、前提条件なんですけど、リベダイとコンテンツ提供している小人株が毎月出している配当利回りランキングがあるんですけど、えー、毎月月末時点の日本の高配当株を抽出して、 はい株金の鶏を探そうっていうい趣旨でやってますなんで今月もやっていきたいと思ってます。で、その他の注意点なんですけど、えー、実際出し惜しみなく僕自身が買っている銘柄であったり、今から買うならこの辺かなーっていう後輩当銘柄を紹介してるんですけど、あくまで特定銘柄を推奨しているってわけではないのでご理解をお願いします、えー、投資は自己責任ですよということですね。で、本来銘柄を言うっていうのは発信者にとってリスクがあるんですね。未来は誰にも読めないからと。かといって自分で考えてねばっかりだったら、なかなか初心者の方が何をえばっかりだったら、なかなか初心者の方が何を 買っていいのかなって一歩踏み出しにくいと思いますんで、え実際僕自身も買っている銘柄っていうのを実際に紹介していきたいと思います。えー、で、配当利回りランキングの作成方法はこんな感じになってますよと。配当利回りランキングは税引き前3.75%以上のものですね。それ以外の対象の市場とか、えー、抽出時期っていうのは、えー、各月末だよと、えー。この辺の条件見ておいていただければと思います。で、実際ね、解説いきたいんですけど、サマリー、概要からいきたいと思います。えー、全体指標ですね。 日経平均が2142円と、えー、前月と比べてマイナス2062円ということで結構下がりましたね。えー、日経平均 PBR が1.02倍と、日経高配当株50配当利回りが4.77%ということで、えー、前月と比べてプラス0.38%配当利回りが全体的に上がっているよと、えー、株価が下がったことによって配当利回りが上がっているということですね。1ドル、えー、ドル円あたりが1ドル当たり108.07円ということになります。配当利回りが3.75% 以上の企業数なんですけど 全部で565社と、えー、先月より257社増加したんですね、えー。増えすぎっていうぐらい増えましたね。一部上場が425社で、前月と比べてプラス187社と、えー、二部上場が64社になって、前月と比べてプラス37社、ジャスダック上場が76社、前月と比べて33社増えたよということですね。日経平均株価と後輩等株の推移は次の通りなんですね。えー、こんな感じになってますよと、えー。コロナショックに伴ってね、株価が気楽してて、えー、この青色の線が 株価ですね、日経平均株価。で、このオレンジ色の線が後輩この,高配当の企業数の数ですね。このオレンジの線が上に上がれば上がるほど、企業数が多いよと、後輩当の企業数が多いよということですね。データを取り始めて以来、かつてないほど後輩当株が増えたっていう、こんな状況になっています。で、全体感ですね、次に。 2020年の2月はもう久々の、ね、大荒れ相場になりましたトピックはこの2つです、えー、1つ目が GDP が、えー、10月12月期ですね年率マイナス6.3%と ということでまずトピック一つ目、これいきたいんですけど、GDP がね、えー、5四半期ぶりのマイナス成長になりました、えー。内閣府が17日発表した2019年10月から12月期の国内総生産、GDP 速報値は、物価変動の影響を除く実質で、前期比1.6%減と、年率換算では6.3%減だったと、えー、5四半期ぶりにマイナス成長に転じたっていう、こういったね、えー、ニュースがあったんですけど、消費税の増税でね、個人消費が落ち込んだっていうのが主な理由です。で欧米では一般的に 国内総生産 GDP が2四半期連続でマイナス成長ってなった場合にリセッション入り景気後退局面入りって見なされるんですね要は不景気に入りそうだよってデータ的に見ると指標的に見ると不景気に入りそうな感じだよっていうことですね。 長期にわたって景気拡大が続いてきたんですけど、風向きは変わりつつありますねと、そういった感じです。3月7日号の週刊ダイヤモンドで、エコノミスト9名が GDP の成長率予測っていうのを公表してて、9名のうち6名が2020年の1月から3月期はマイナス成長だと予測しているということです。これが1つ目ですね、トピック。で、2つ目のトピック、こっち大きかったですね。コロナショックですね。日々ニュースでやってますけど、トピック2つ目はコロナショックと。コロナなんて大したことないでしょうっていう軽いノリだったの 1> が1点と世界各国でで感染者数が増え続けてるんですね、えー、世界保健機関 WHO はね28日新型コロナウイルスによる肺炎の危険性評価で世界全体を高いから最高の非常に高いに引き上げたと、えー、感染者の広がりが中国以外の世界全体に及んでいる状況を重視したってね 一方でパンデミック、世界的な大流行の宣言ではないと強調というこういった、ね、ニュースが載ってました。でこうした状況を受けて、日本では、ね、各種イベントの自粛とか、有給休暇の取得とか、時差出勤の推奨とか、全国一斉休校とか、日々ニュースでやってますよね。これらが行われて、ま,あ、まさに、ね、非常事態という状況になってきているという感じですけど。 ででこののコロナの影響は株式市場を直撃したんですね日経平均株価の、えー、株価は2月の最終週で2243円も下落したと、えー、最終週でねもう2243円も下落と非常に大きかったですねで終わり値は2019年9月以来約6ヶ月ぶりの安値である2万1142円になりましたと、えー、下げ幅としてはリーマンショック直後の2008年10月、えー、6日から10日の2661円落ちたんですけどその時ね、えー、以来の大きさと、まあ、非常に過去を 見ても非常に大きい幅落ちたということですね。ニューヨーク市場も非常にあれに荒れましたと。ダウ平均株価は1週間で3,580ドルも下落したということですね。 アメリカのメディアではリーマンショック以来の価格下落株価下落だって言われてるそうでね。コロナなどどこ吹く風でね、無敵に思われたニューヨーク株式市場も足元を救われた形という感じでかなりね、こんな感じになってますと。CNN というニュースサイトが公表している f e a r グリードインデックスっていう指標によると投資家の感情は、ね、エクストリームフィアと、まあ、超怖いっていう状態になってる。投資家たちの感情はもう超怖いっていう状態になっているということですね。 まあ本当にね、たった1ヶ月でもこんなに変わるものですねっていう感じですかね。ほんのちょっとまで楽観論者ばっかりだったと思うんですけど、えー、本当にね、1ヶ月で景色変わってきたという感じですかね。でこれらをね、トピックの踏まえた上で、感想とスタンスなんですけど、今回の暴落に関して感想スタンスは次の3つと、1つ目が株価が半年分巻き戻っただけ、2つ目が実体経済の影響が長引きそう。 3つ目は、景気敏感株の買い増しは見送りと、えー、この3つになります、えー。まず株価についてなんですけど、ちょっと前の株価の水準に戻っただけっていう感じですね、非常に落ちてるんですけど、幅としては、最近非常に好調だったんでね。 ななんでバーーゲンセールって呼ぶにはまままだだかなと思います、ね、2月の最終週に少しだけ買い増ししたんですけどそれでも資産全体からすればごく一部で、まあ、どう考えてもバーゲンセールと呼ぶにはまだかなっていう感じですね,ねこの数ヶ月ほとんど買い増しをしてなかったんで、えー、含み益が増えて非常に好調だったんだよね最近、えー、株価がで含み益が増えてで含み益が減ってただそれだけと、まあ、結局何も起きてないっていうのと変わらないと。 実際、日経平均株価は2019年9月ぐらいの水準に戻っただけなんですよね、これ見てもらったら分かるように、4か月前ぐらいの水準に戻っただけと、で、ダウもね、2019年5月ぐらいの水準に戻っただけという感じですね。で 一方で株価,が巻き戻株価が巻き戻っただけとはいえトレンドが変わっているということには、ね、注意しておかなければいけないと思います上昇相場での日経平均2万1000円と下落相場での日経平均2万1000円というのは同じではないということですね新型コロナウイルスは間違いなく実体経済にダメージを与えててその影響も長引きそうという感じです でここ最近は急落時に買い向かえばねえすぐに値が戻ってハッピーとちょっとぐらい、ね、落ちたところでどうせすぐ戻るでしょうってことでえ買い向かえばねどんどん買っていけばえハッピーみたいな展開が非常に多かったんですけど今回はどうなることやらっていう感じなんでえ焦った場合は禁物ですともしね今の間に今今しかチャンスないんだ今だーってやっと買い時来た今だーってあんまり早く買い向かいすぎるともし今後 大量の有料高配当株っていうのが市場に出てきたときにお金がなくて買えませんだったらお話になりませんよということで常にね投資には余力を持っておきたいですねと資金管理には十分注意しましょうとで配当利回りが急激に上昇している景気敏感株っていうのが非常に目立つんですけど、えー、買い増し新規購入はしない方針です、えー、小松とかねついつい目がいっちゃうんですけどね 市場が暴落したときに僕たち、僕自身が買うのは、業績がいい会社ですね。大体において株価は正しいんだと、赤字になりやすい業種の高配当株を買ったら、近い将来、リアルに業績悪化して、減配、配当は減るし、株価は下落するしのダブルパンチと、これを食らうだけなんで、気をつけましょうと。 こういう相場で狙いたいのはあくまでも業績がいいのにコロナの影響を受けにくいのに市場全体に連れ安して株価が下落している会社ということになります。えー、業績がいいとコロナの影響を受けにくいんだけどそれでもね、えー、市場が総悲観ムードで、えー、なぜか一緒に売られてしまっている会社とそういうのを買っていきたいわけですね。くれぐれも配当利回りだけに目を奪われないようにしたいところですね。というわけで全体感はこれまでで市場に連れ安した有料株を実際にね、えー、探していきたいと、えー、思います。 で配当利回りランキング、東証一部、えー、今日やりたいんですけど、配当利回りランキングですね、えー、上から順番に、配当利回りのいい順番ですね、上から順番に東証一部の企業を並べると、えー、こんな感じの、えー、会社名、会社というか順番になりますね。 でこれもまたねちょっと本題に入る前にトスタンスを確認したいんですねここ大事なとこなんで何回も言うんですけど確認したいんですよ、えー、銘柄紹介の前にこんな状況なのでね改めて、えー、僕であったり小人株の高配当株投資のスタンスっていうのを紹介したいと思いますね一つ目、えー、業績財務が良く、えー、株主還元の意識が高い、えー、あらゆる国地域業種の優良企業をたくさん長期保有することで安定した配当金収入を増やし続けるっていうのがね、えー、この一番から五番、えー、これが ススタンスになります最低でも10年以上の投資期間を見てて基本的に損切りはしないと後輩投資を始めて以来基本的に保有株っていうのを売却したことはなくって今回の急落相場でも全く売っていないということになりますね後輩投株についてはこういうスタンスでやってるよとリターンは5%ぐらいを想定しててざっくり10年で1.5倍になれば OK ぐらいのスピード感でやってますと10年の間に配当金だけで30%から50%ぐらいの投資資金を回収とそして10年の 10年後に株価ががもし下っっちゃってたとでこの時は配当込みで配当も入れて負けてなかったらいいやと株価が同じぐらいだったとすると配当分だけ儲かったんでこれは OK だよと。 で株価が成長したら、もうこれは万歳ですよね。株価が成長して配当金ももらったと。えー、これが一番万々歳というイメージですね。もちろんね、株価も成長するっていうのは、この、えー、最後に紹介した株価が成長した万歳のパターンの株を探してるんですけど、まあ、それであってもね、えー、予測と違って株価が同じぐらい、でも別に OK だし、まあ、株価が下がってても配当込みで負けてなければいいやっていうのは、えー、このぐらいのスタンスでやってるよと。投資している高配当株っていうのはどれも分散投資の一角なんで、一つの銘柄に惚れ込まないっていうことですね。だから 全体でで見るっていうのが大事なんでお弁当パック全体で見るということが大事なんで、えー、もしも買うならってことで銘柄いくつか紹介したりしてるんですけどたまにその中の1つの銘柄に、えー、おすすめの銘柄だって1つの銘柄に突っ込んでしまう人とかいるんですよそうじゃなくて全体で、えー、分散して全体で見ていくんだよってことですね でポートフォリオ全体が一つのキャッシュ製造機としてうまく機能すれば OK だよと一銘柄に勝負をかけるっていう発想ではないんでここだけはね、えー、くれぐれも理解しておいてくださいというわけで長くなっちゃったんですけど銘柄紹介に入りたいと思いますえ今月の投資候補ですね425社の後輩投下部のうち投資してもいいかなって思える銘柄はこれらになります え順番にね、えー、ざっと紹介していきます。えー、JT、JT、ザオー産業、これ1位ってことじゃなくて、配当利回りのね、高い順に並べてるだけなんで、JT が一番おすすめということではないですからね、えー、単純に順番、数字自体に意味はないと。えー、高配当の配当利回りが高い順に並べてるだけなんでね、えー、JT、ザオ産業、センチュリー21ジャパン。 それから NTT ドコモ、第一生命ホールディングス、兼松エレクトロニクス、三菱 UFJ リース、インテージホールディングス、旭化成、日本 SHL、日本電信電話、NTT ですね、それと KDDI というこのね、12社ですかね、このレラの銘柄が配当してもいい、投資してもいいかなと思える銘柄になりますね。今回のポイントはさっき話した通りで、露骨な景気敏感株、業種を抜いてるってことですね、例えばどういうのがこういう会社たちかっていうと、景気敏感図ですね。 キヤノンとかブリヂストンとか、まあ、松井証券とかね銀行系とか商事住友商事とかコマツとかホンダとか、まあ、こういった業種とか銘柄っていうのは業績が非常に景気に左右されやすいんですね。 なんで、売上とか利益があんまり安定しないと。基本的には配当金投資には向かないってされる業種なんですね。で、この基本的にっていうのが非常に難しいところなんですね。えこれらの業種に属する会社だったら全部ダメかっていうと、これもまたそんなことないんですよ。投資タイミングがシビアだってことは知っておいた方がいいんですけどえ、これらのジャンルを全部、業種を全部抜いていってしまうと、結局配当金のね、ポートフォリオ全体で見たときいびつになってしまうので、これもね、あんまり良くないんですね。ここが難しいところなんですけど。で、配当利回りの高さにつられて、 飛びついたたた後にに業績がが悪化ししりり減廃したり株価もさらに下がるとえこういったことになるとね目も当てられないんで今の配当利回りだけにね取、えー、られないようにしましょうと今回のコロナ騒動がどれだけ業績にダメージを与えるか、えー、見えない中での投資するっていうのは少し怖いかなと景気敏感株っていうのはひとまず様子見ということになりますねついつい配当利回りが超高い銘柄に目が行きがちなんですけどこういう時に見るべきはむしろ相対的にはね定、えー、利回りに見える会社っていうのが結構ねいい会社お宝 銘柄というかね、まあ、いい銘柄が含まれていること多いんですね。隠れていることが多いと。えー、3社ほど紹介したいと思います、えー。インテージホールディングスと1つ目がね3.81%なんですけど、えー、配当利回りですね。インテージホールディングスは市場調査分野で国内首位のリサーチ会社なんですね。この10年の株価はこんな感じです。 えー、こんな感じですね、えーまあ、こんな感じの、えー、株価になってるんですけど、えー、配当金利回り、売上高ですね、次、売上高は順調に増え続けてて、えー、非常にね、えー、これ、上から下に読んでいくんですけど、えー、どんどん増え続けてますよね、売上高もね。 配当金も一株当たりの純利益っていうのもしっかり、えー、増加していると、えー、利益もどんどんね、えー、毎年ちゃんと安定的に増加していると指標関係は安定的で全く問題ない水準と営業利益率もこんな感じでね8%から 10%ROE も10%から12%自己資本比率も65%配当成功も40%弱と、まあ、配当成功っていうと、えー、今年のね、まあ、利益の中からどのぐらい配当に回すかと、まあ、仮にお父さんが家族全体でお金を稼いできたと、えー、今月ね えー、10万円稼いできたとちょっと少ないですけど10万円稼いできたよとで、えー、配当に回すお金を2万円とすると、えー、配当成功は20%ってことになるんですね、まあ、利益に対してどのぐらいの割合配当を出すかっていうことなんだって思ってもら,ったもらえたらいいと思いますでリーマンショックの時にも赤字とかね赤字,、えー、赤字転落したりとか減配するってこともなく何事もなかったかのように増収増益を続けた会社なんですねで10年以上にわたり減配してなくて配当金は2010年のね12.5円から2 0円 2020円には30円と。 えー、10年間でで2.4倍に配当金増えてるんですよねでこの10年間、各年度の3月末時点で配当利回りが3.75%っていうのを超えたことは一度もないんですね、えー。コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けるようなビジネスモデルではなさそうだし、ビッグデータを扱う会社ってあってね、世の中のトレンドとも合ってると、衰退産業じゃないよと。で、業績、えー、財務有料な連続増配株、まあ、十分に高配当株ポートフォリオの一角を担うポテンシャルがあるかなと思います。急落相場ではね、こういう銘柄がポットランキングに入ってくる いいうのが面白いんですね割といい銘柄ですぐ消えちゃったりするんですね。なんでこういういい銘柄がね、急にね、こう配当銘柄にポッと入ってくるところが面白いところです。で、次、えー、日本 SHL ですね。えー、配当利回り3.76%ですけど、日本 SHL は過去何度か紹介している銘柄で、人事評価の診断ツールとか、えー、人事コンサルとか、この日本柱でビジネスを展開しているという人材サービス系の会社なんですね。で、この10年の株価はこんな感じになってるよと。えー、このグラフですね。まあこんな感じになってるということですね。 で、売上高っていうのも順調に増え続けてるんですね。え非常にね、綺麗に増えていってますね。で、一株当たりの純利益っていうのもしっかり増加していってると、えこれもいいですね。で、この指標関係を見ても、えー、非常にね、極めて高収益、高財務の会社と、えー、営業利益率は40%あるし、これ非常に高いんですよ、利益率ね。 ROE は20%弱、自己資本比率も86%あるし、配当成功は約50%とで。リーマン・ショックの時にも赤字転落したり、減配することもなく、何事もなかったかのように、増収増益を続けた会社ということですね。10年以上にわたり減配しておらず、配当金は2010年に34円だったのが、2020年には72円ということで、10年で2.1倍にこの配当も、ね、成長していると。 でこの時価総額500億円の小さな企業とあって、出来高がめちゃくちゃ少ない地味な会社なんですよね、配当利回り4%前後をえ狙う機会っていうのはほどほどに訪れると、コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けるようなビジネスモデルではなさそうだし、人材サービスを扱うニッチな会社ってことで、需要がなくなる業態ではないですよね、え衰退産業ではないと。 で業績財務優良な連続増配株と、えー、十分に高配当株ポートフォリオの一角を担うポテンシャルがあるっていうような、まあ、ザ・優良企業っていう感じですかね。 で3つ目が、日本電信電話と、まあ、NTT ですね。配当利回り、今3.76%ですけど、この NTT はね、言わずと知れた超巨大通信企業で、NTT ドコモとか NT、NTT 東日本、西日本とか、NTT データとかね、これらを傘下に持つ、時価総額約10兆円のボスですね。日本企業で時価総額3位ということで、非常に大きな企業と、まあ、知らない人いないですよね。この10年の株価は、こんな感じだよということで、こんな感じの推移になってます。 で、売上高は順調に増え続けててね、えー、こんな感じで増え続けてるんですね、すごい規模ですけどえ、1株当たり純利益もしっかり増加してるんですねで。この指標関係を見ても、高収益、高財務の有料企業なんですね、営業利益率は15%前後、ROE が10%弱。 自己資本比率が40%で配当成功も約40%とリーマンショックの時にも赤字転落減廃することもなく何事もなかったかのように増収増益を続けた会社ということで10年以上にわたって、ね、減廃しておらず配当金は2010年に60円だったのが2020年には190円ということで10年で3.17倍に成長しているわけですね でこの10年間、各年度の3月末時点で配当利回りが3.75%を超えたのは2013年の一度だけと、えー、コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けるようなビジネスモデルではなさそうだし、情報通信企業とあって需要がなくなる業態ではないと、えー、人口が、ね、減っていくというのが本格化し始めたらちょっと微妙なんですけど、えー、業績とか財務有料な、えー、連続増配株と、えー、十分に後輩と株ポートフォリオの一角を担うポテンシャルがあると、えー、素敵な、ね、増配履歴ですね、3倍っていうのも なかなかね魅力的ですね、えー、というわけでまとめなんですけど、えー、途中からね、えー、学長、えー、同じことしか言ってないやんと思った方もねいらっしゃると思うんですけど、えー、本当にねすみませんその通りなんですよ、えー、高収益高財務で配当金が安定的に増え続けてて配当利回りが高いと で長期的に会社、業界の将来性もある、少なくともマイナス成長じゃない、で売上高、1株当たり当期純利益が安定的に増え続けてて、えー、っていうねこういう会社が欲しいだけで、多くは望まないと、でも普通の相場では、こんな企業にお目にかかることできないんですね、人気の企業とかっていうのは必ず、えー、配当が低かったりとかね、株価が高くなりすぎてたりとか、いろんなことがありますんで、なんだけど、こういう急落相場では、こういう会社っていうのも狙えるようになるんですね。 で今回、投資候補に挙げた銘柄は基本的に業績堅調な増配株ばっかりなんですね。 景気後退期にそのまま業績が悪化して赤字とか減配に転落するっていう企業じゃなくって長期的にしっかり株主に報いてくれるそういう企業を買い集めてねそういったまあ、おかずというかねお弁当パックでいつも表現してるんですけどいいおかずを集めてでいいお弁当を作りたいって体にいいねおかずばっかり揃えていこうねみたいなねおいしくって、えー、体にいい、えー、具,具をね集めていこうみたいな感じですかね景気敏感株はもう少しね業績とか景気全体の影響が見えてきてからでいいと思うんです全く入れ,入れたらダメ ととかいいうことじゃないんですけどちょっとまだね動かすには早いかなっていう感じですでまとめにいきたいんですけど高配当株投資を始めるにはいいタイミングだよってことが言いたいんですねここまで見てきた通り高配当株投資で安定的に配当金を増やしていきたければとにかく分散投資に徹する必要があるんですね高配当株投資っていうのはちゃんとねやっぱり分散しっかりしないといけないんですねなんだけど日本株の高配当株ファンドっていうものに投資するお弁当詰め合わせパックじゃえわざわざこんな個別でやりたくないと大変だっていうわけですね じゃあ、お弁当パックね、高配当株ファンド、お弁当パック買えばいいじゃないかっていう話なんですけど、それをすると、中身が景気敏感株ばっかりで微妙なんですよえ。中身のおかずが悪いやつが多いってことですね。アメリカと違って日本は良いい高配当株の詰め合わせパックがないんですね。 じゃあ自分で買い集めたらいいじゃないかってなるとまともにポートフォリオを組むと数百万円以上かかっちゃうんですね最低例えば1株, 1, 株1社の株を最低買うのにじゃあ30万円かかる会社があるよとかね、えー、いうことで、えー、そういうのも最低限で買い集めていっても数百万円以上かかっちゃうんですねそういう問題があるんですなんで日本株後輩当株の分散投資の場合には1株から買えて少額投資でも手数料が安い SBI ネオモバイル証券を使うのがおすすめだよって話をしてるんですね SBI ネオモバイル証券には はね、大手ネット証券、楽天証券とか SBI 証券にはない圧倒的なメリットがあるんですね。1株から購入できると。普通は100株からしか買えないよとか、そういう制限があるんですけど、1株から購入できるんですね。NTT ドコモとか、ね、KDDI とか、今日紹介したような有料企業3000円前後から買えるとで。月額50万円までの投資だったら取引手数料が200円で固定と。毎月 T ポイントが200ポイント、ね、もらえるんで実質無料と。まあ、ここは枝葉ですけどね。この月額50万円までの投資だったら取引手数料が非常に安いということが魅力的と。で、 大手ネット証券を使って少額分散投資をすると手数料負けしちゃうんですね。え日本株の有料高配当株に数百円から分散投資したいのであれば非常にいい選択肢ということですね。SBI ネオモバイル証券をおすすめかメリットデメリットを紹介ってこの動画でも話してます。で、今は高配当株投資を始めるには非常にいいタイミングだと僕は思ってます。えこれだけいろいろな銘柄を選べるチャンスっていうのがなかなかないんでね。バーゲンセールとまでは言わないけども勉強を兼ねて始めるっていうのはいいタイミングかなと思いますね。 今までだったらなかなかねいい銘柄がなかったりしたんで、えー、難しい時期もあったんですけど、まあ、ちょっとね、えー、そういう銘柄が出てきてるかなという感じです。 で一方で米国株であればね、これ日本の高配当株の話であって、米国株であれば HDV とか SPYD っていった優れた ETF があるんでね、これらを活用すれば個別株への投資は不要だと思います。素晴らしいお弁当パックがあるってことですよ。なんで圧倒的に楽と。そのお弁当パック買っとけばもうそれだけでね、80個くらいおかずが入ってて、しかも手数料も安いし、中身のおかずも1個1個もすごくいいお弁当パックがあるから、それを買っとけばいいよねと。日本株みたいにね、おかずを1つずつ自分で集めて、 好みのお弁当を作らなくてもいいといととうことですね。日本株でもそういうお弁当パック、ETF ね、投資託、新宅出てきてほしいんですけど、なかなか、えー、そういったものが出てきてないですし、今後出てくる見込みもないんでしょうがないから自分でお弁当パックを作ってるという、えー、そんなイメージです、えー。これもね、それぞれ動画で解説してます。HDV とか SPYD が何って今思った方は、えー、この辺の動画ね、えー、見てほしいなと思います。で、えー、次ですね。 えー、ちなみに、このインデックス投資と高配当株投資っていうのは投資方,投資方針が若干異なるんでね、えー、こちらを参考にしてくださいと、えー。結構ね、一緒にしちゃってる人とかもいるんですけど、えー、ここね、それぞれ違いがありますんで、参考にしてほしいと思います。インデックス投資をしないで配当金投資を実践している理由と。まあ、タイトルこうなってるんですけど、インデックス投資してるんですけどね、まあ、違いについて説明してます。えー、暴落相場でもうう大をしてる方っていうのは、こちらの動画見てほしいと思います。初めての暴落を経験してるっていう方も多いと思うんで、えー、この辺の動画見直しておいてほしいなと思います。えー コロナショックでニューヨークダウン急落株は一旦売るべきかとかね、えー、これはインデックス投資の話ですね、えー、じゃあ今からインデックス投資始めるには時期が悪いですかっていう質問結構もらうんですよそういった方に対する質問の答えはこの動画で話してます、えー、積立 NISA で20年後暴落起きたらどうすればいいかとか、えー、イ d e c o で作ったね老後資金が退職時に暴落したらどうしたらいいかとか、えー、その辺の動画も話してますんでね話も動画で説明してますんで見てほしいなと、えー、まとめると、えー、日本の高配当株を中心によく分散された高配当株ポートフォリオを作ると 日本のじゃないですね。日米の高配当株を中心によく分散された高配当株ポートフォリオを作ると。で、追加投資、配当金、再投資、増配でひたすら配当金を増やし続けると。こうすることで誰でも月10万円ぐらいの配当金は作れる可能性があるんですね。自由への収入です。配当所得を増やしていけるよということですね。ここですね。自分以外にもね、この金の鶏がどんどん卵を産んでくれると。自分以外のお金に働いてもらうという発想ですね。で月10万円ね、不労所得が入れば、 例えば、水道、光熱費が払えるとか、家賃が払えるとか、通信費が払える、スマホ代払えるとか、保険料払えると、えー、こういった感じでね、独身だったらもう固定費のほとんどを賄えるわけですね。そうなっていくと、えー、もうね、非常に自由に近づきますよね。ちょっと働けば生きていけると。えー、ちょっと働けば生きていけるっていう水準ってことは、これはセミリタイアも視野に入りますから、あるいは月10万円の配当金っていうものをね、趣味に使ってしまえば相当遊び倒せると。サラリーマンのお小遣いの平均は3万から4万ぐらいって言われてますんで、 月10万円ね、自由に使えるお金がベッドあるとすごくこれ遊べますよね。全部使っても老後は安泰っていうのがいいですね。まあ、いずれにせよ配当金っていうのは人生の選択肢を増やしてくれる金のニワトリちゃんなんで、コツコツと配当金を増やして生活を豊かにしていきましょうと。今月のね、ランキング全2回のうち1回のね、解説は以上です。だいぶね、これだけでも長くなってしまいました。データが多すぎるんで、明日また続きの動画を公開する予定ですで。第2回ではね、一部上場企業だけじゃなくって、二部上場とかジャスダックの中から投資 投資検討候補も紹介っていうことでね、えー、動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたりいいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです今日からしっかり学んでね人生豊かにしていきましょうっていうことで、えー、また明日お会いしましょう今日もありがとうございました